手間を惜しまず引き出すうまさ 100% 和歌山が誇るありがたい磯間のしらす。はい、今日は本当にいい一日ですね。お天気が良くて、気温も今22、3度と本当にちょうどいいという加減だと思います。後ろの海も今本当穏やかでございます。今日は和歌山県は田辺市の磯間漁港という場所にお邪魔していまして、幻と言っていいかもしれないシラスでございまして、ほとんど流通していないんです、はい、というのも、もう取る人がまず減ってしまった高齢化もあってね、これ船3隻1チームで、出港していって漁に出るんですが、前はね 3,4 チームあったのが今もう1チームだけですって。まあ、高齢化があってなかなか取る人がいない。さらに取りに行っても1回に取れる量が本当少ない。まあなんせ効率が悪いんです。昔ながらのやり方で効率が悪いけれども、その分シラスには優しい、つまりですね、傷つかない、傷まない、鮮度抜群、味抜群ということでして、で取れる量が少ないので、そうほとんど流通していないので幻と言ってもいいんじゃないかなというようなものを今日は見つけてしまいまして、美味しく食べさせていただけるということです。もちろんインターネットなどで買うこともできますから、皆さんもねちょっと準備、メモの準備していただきたいなと思いますが、じゃあまずは何が違うのというあたりですよね。今朝もですね、この1チームが取りに行きまして、朝9時ぐらいに船が着きまして、競りなんかもありました。その時にちょっと漁師さんにも直接お話伺うことできましたので、その様子からご覧いただきましょう。さあ本当に朝なんですが、1チームだけですけどね、取りに行って帰ってきて、キラキラ光る取れたての鮮度抜群のシラス見せていただきました。すごい、綺麗、透き通ってる。ちょっと一言、シラスキラキラしてますよね。こんな普通光ってます？いつでも光った。あの 漁港で取ってもこんなですか？じゃあどうも、ね、普通こんなキラキラじゃないですよね。すごい、なんか何が違うんですか？骨の上ではない、生きたんでこういう掘り方も調理方も違うし、あるとこパッてこう大きまいでそれで終わりみたいな。引きますね。一回海に入れて全部あげる。全部一回それであげて、はい、大きさはどうですか今は？ちょっと大きい。ちょっとつまんでみて。生のサツもないで。はい、どうぞ。こんないっぱいもらっていいんですか？どうぞどうぞ。すごいキラキラですよ、本当に透き通ってるし。臭みは全然ない。ない。生臭くないです。このままでもう旨味がよくわかりますね。はい、甘いでしょ。美味しい。本当に美味しかった。そしてすぐその後に競りも始まりました。昔ながらのやり方でした。何が置かれてるんですかこれ？値段書いたんです。値段いっぱいの値段書いたんです。いっぱいの値段、皆さん書いたものを置いていくんですか？あ、こうやって札で11こうだね。ありがとうございました。もう終わりですか？終わり。早い。早い。つまり これに一番高い金額を書いた人が買える。面白いね。ということで、今日の水揚げはたった2箱しかありませんので、競りも一瞬で終わるということなんですが、本当に食感もそうですね。つるつるの食感と弾力もあって、で旨味の塊。まあこれが美味しかったんですが、はい。さあじゃあこれがどうしてね、あの漁法が何が違うかと言いますと、普通は海に網を入れてからですね、いっぱい取るために網を結構引きずり回すんですって、引くんですって、船引きで。そうするとシラスというのがちっちゃいので、あの水圧とか他の魚が当たったりして死んでしまうと。で死んでしまっても、まあ、効率を重視するとそのまんましばらく網を引いてから、まあ、引き上げようということになるんですが、こちらはですよ、こちらの磯間だけ昔ながらのやり方で、一回網を下ろしたら引くことなくそのまま持ち上げるんですって。だからシラスが死なない、生きた状態でピチピチで上がってくると。でこんな効率悪いやり方、日本全国もうほとんどどこもやめているそうですが、こちらでは昔ながらのやり方を続けて、はい、鮮度を命ということでやってらっしゃるので、まあ他よりちょっとお値段は高いんですが、まあ味は間違いないよということですね。もうお客さんのほとんどはリピーターさんの方で、一度買ったら皆さんまた常連さんになるということだそうでございますが、
さあちょっと海から 1,2 分歩いてきまして、うん、加工場の方にやってきました。今日の入札でもね競り落としたというこちらの増富商店さんでございます、うん、はい。でもう大正時代からね、はい、同じお仕事をしているということで、こんにちは、お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。4代目の増田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと朝の様子今皆さんに見てもらったんですが、はいはいはい、他のシラスとやっぱり違うんですよね。そうですね、鮮度がもう抜群なんで、はい、もう全然美味しいです、はい、美味しいですと美味しいしか言いようないです、ね、でしかも普通はその後のこの加工場というのも結構今オートメーション自動化機械化されているところ多いんですが、いまだに手作業なんですよね。そうですね、これも手作業です。やっぱり味に関わってきますね。そうですね、やっぱり丁寧に作りたいんで ね、はいね、はい、昔ながらのやり方。ここに今まさにですね、はい、その朝の、うん、本来ですとねこれスピードが命ですので、朝あの入札で買ったら普通すぐ釜揚げする、つまり茹で上げるんですが、うん、今日ちょっとねこの4ちゃんテレビのために少しだけ、冷凍室で待っといてもらいます。ありがとうございます、はい、特別にということで今から釜揚げをしていただきます。今もねそれでもキラキラ光っていますが、もうすでに水洗いは終わりました、うん、普通水洗いもね丁寧に手作業でここの樽で水洗いするんですが、これは終わったので、じゃあもういいですか。はい、行きます。釜揚げ、これも昔ながらのねやり方ですね。もう塩を入れまして、はい、本当に味付けは塩味だけだそうでございます。お願いします。はい、これを機械を使わずに茹でるのも手でやるのはどうしてですか。そうですね、あのやっぱり丁寧に作りたいのもあるんですけど、その不純物とかっていうのがもう見やすくて、はい、あのまあ、海に入ってるゴミとかこれこうやったら浮いてきて、はい、あのこの魚の状態が分かるんですよ。もうそれを目で見ながら。そうですね、不純物はすくい取りながらと、はい、こういうものでどんどんすくっていきながら。ここもう見えないぐらいのゴミね、黒いゴミがありますけど、こういうの一個一個手で取っていくんですか。そうそうそう、こうやってすくっていく、ね、でこれもちょうどいい湯加減じゃないですね、茹で加減を。お風呂の湯加減、はい、あの目で見て、ね、ちょっとお風呂じゃなかったですね、すみません。茹で加減を目で見て引き上げるんですが、 3,4 分はかかりますかね。はい、そうですね。皆さんこちらの釜揚げのシラスはインターネットで買うこともできますが、うん、こういう買い方もちょっと新しくて面白くないですか、ね、シラス専用の自動販売機でして、うん、佃煮だけじゃなくて、はい、生シラスも売ってますし、釜揚げシラスも売っているということですね。はい、はい、ということでせっかくですからちょっと買ってみましょうか。生も売ってんの。生ももちろんね、生と言ってもそれあの瞬間冷凍、急速冷凍しているということで、はい、冷凍で出てくるということなんですけれども、はい、ただ生しらすをということで5番で買うでいいですね。はい、出てくるか、どういう状態で出てくるんでしょうか。出てくるかな。あ、出てきた。はい、あ、なんかこういう、はい、冷凍パックですから、ね、こういうものに入ってですね、はい、で中はですね 100g が2パック計 200g 入っていまして、うん、1500円ですね。こちらの生しらす1500円ですが、うん、普通のものを、ね、買うとスーパーでしらすを買うと、生しらすはあんま売ってないですけどね、うん、釜揚げしらすとか買いますと、うん、だいたい400円から600円700円ぐらいだったので、まあ、そう考えるとやっぱり倍ぐらいはしてくるかなと、うん、ね、いうことなので、まあ、ちょっといいお値段ではありますが、ね、はい、これが幻たるゆえんかなという感じですね。で基本的にはこれ流水であの解凍をして、食べ方としておいしいのが何でしたっけ、生しらす。ね、ポン酢に生姜を乗せていただきたいですね。ポン酢生姜が美味しいそうですから、うん、ぜひ皆さんもねチャレンジしてみてください。じゃあちょっとそろそろですか、はい、そろそろ分かります、はい、これ揚げ方も見てください、ね、手が入らないようにということで、でこれを水切りするんですよね。そうですね。ちょっと私運んでいいですか。お願いします。はい、ちょっと熱い熱い熱いですよ。気をつけて。ひっくり返しちゃうんで。はい、落とした落としたら落としたらダメですよもう。はい。でここで扇風機でこうやってね冷ましながら、はい、冷ましながら水切りをしていくと、下からも垂れてるから。足にかかったら熱い、はいはい、熱い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 、はい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 、じゃあちょっと斜めになっていて水切りすると、本当昔ながらのねやり方でやってらっしゃるんだなという感じでございますが、これもう味はついてるわけですね。はい、もうついてます。ちょっと出来たて いきますか。熱いっすよ。いいですか。熱々熱い熱いはい、熱い、熱い、いやいや、そんな落とさずね、落とさずね、落とさず、いただきますよ、はい、熱い熱い熱い、もったいないから高山色に
ふわっふわと表面がやっぱツルツルなのがすごいですね。これ茹でてもツルツルが残るんですね。これが磯間さんの特徴で、ツルツルが特徴なんですね。大きさもあるので、そうですね、食べた時の食感、あの肉厚感というのもよくわかるし、本当うまみの塊だなと思いますが、さあこれをどうやって美味しくいただくか、しらす丼だとしても1種類の食べ方じゃないそうです。4倍楽しめるしらす丼もあるそうで、4倍楽しめるしらす丼楽しみにしてください。どういうことやろう。わー美味しそう。うわー、あー綺麗ね。さあ先ほどご覧いただけませんでしたが、これね屋上でね天日干ししてる様子なんかもちょっと見せていただきまして、はい、今日みたいに天気のいい日はねこうやって干したりしてうまみを増すというような作業も加わるんですが、今日お世話になっています増田さん、そのお母様節子さんに作っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。4倍美味しいっていうのは4種類味変化を楽しめるってことですよね。そうです。まず1種類目が、はい、そのままで、そのままで食べる。ちょっとじゃあもう乗っけていただいていいですか。はい、はい、そのままですからね。はい、で量ももうねこれ 200g とかいう単位で売ってますから、ちょっと贅沢して、うん、もうまだいっちゃいますか。もう全部いっちゃいますか。もうね、せっかくですから豪快にいっちゃいましょうか。はい、うわー、まずその1はそのままいただくというのが、まあこれもちろん基本スタイルですね。でその2は、2番目の食べ方は、はい、2番目は、はい、ん、何だったかな。マサさん何ですか。何でしたっけね。醤油。醤油。ちょっともしかしてテレビでちょっと緊張してますね。節子さん、さっきあんな饒舌にペロペロ喋ってたのに、もうちょっとテレビで、まあまあまあ醤油ですよね。3番目ですよ。3番目。はい、3番目お願いします。はい。これは言えます。はい、これ言えます。はい、何ですかこれ。はい、ごま油です。ごま油。ごま油。ごま油なんですって。はい。そんな言っちゃいます。はい。行きます。ごま油が増田さんこれ合うんですね。そうですね。意外とシラスに合うんで。これじゃあちょっと一口いただいていいですか。でっかい。うわー。うまそう。うわー。いやごま油うまいんじゃん。いや合いそうね。最後まで。どう？ごま油の香りとでこの塩気とあって。そうですね。うわ最高に美味しい。僕大好き。うわー。ごま油いいですね。ただここまでじゃ3倍美味しいです。もう一つあるんですって。それを節子さんじゃお願いします。はい、はいはい、卵です。卵、卵いっちゃいますね。はい、卵、卵黄、卵いきました。これは美味しい。卵黄を乗っけて、はい、まあ、ごま油とかね醤油とかそこまでにかけていたらそれと混ぜ合わせてということで、はい、いただきます。最高やな。うん、ちょっとごま油残ってて、うん、合いますね。そうですね。わー、これは美味しい。ぜひ皆さん真似していただきたいなと思います、ね、本当にねこの卵黄を乗っけてということなんですが、うん、さあもう一つせっかくでしたらこちらもですね、プリップリの身を使ったお料理が節子さんあるんですよね。はい、教えてください。それが何ですか。天ぷらです。天ぷら、このかき揚げですって。かき揚げ、はい、ちょっと一つ入れてもらってもいいですか。もう本当に天ぷら粉とこの生しらすだけで、うんうん、天ぷら粉と生しらすけど、ね、はい、もう一ついきましょうか。はい、でもうこれは味付けとしては松田さんどうしたらいいですか。もうそうですね、そのままでもいいですし、はい、ちょっと塩を振っていただいてというようなサクサクやるね、はい、これだけで、はい、これも美味しいやろな。まあ、もうじゃあもうこのままじゃあちょっと先にあ、じゃあそれも上がります、いいですか。はい、上がります。これ揚げたていきましょう。早く。あ、じゃあもうやけどしつつ、もうさっきもちょっと食べよう。やけどしてもいいですこれは。手がね、手が熱々残ってるんで、いただきます。はい、熱いですよ。どう？あ、ふわふわ。揚げるとやっぱちょっと食感変わりますね。うわー、これも最高に贅沢。いいな、うん、ということで、なかなか流通量ないですので、暑いな、ちょっと待って。大丈夫？松田さん、やっぱ品切れも結構ありますかね。そうですね、ちょっと量が少ないんで、はい、売り切れになる場合もあるんですけど、まあホームページとか SNS とか、うん、見ていただいて、はいはい、確認していただいたらと思います。一年中量としてはできるそうですから、ちょっと気長に待っていただきたいなと思います、うん、ということで今日はですね磯間漁港から磯間のしらすでございました。増田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。